皆様お元気ですか？社名丸です。皆様はじめまして、ゆっくりうぷ主です。今回はラスボスの竜王の城に行くための虹の雫を入手するところまで頑張るよう。裏作業でなかなかの強敵とあったので、レベルも5ほど上げましたよ。資金も6万ゴールド超えましたから、これで大丈夫かと思いますが。十分だね。ラスボスの竜王は推奨レベルが20だから、22なら安定して戦えるよ。ハラハラの緊張感はなくなったかな。エンカウントが多いですので、トヘロスを使用して、ロトの鎧があるドムドーラの街を目指してますよ。ロトの鎧のある場所は強敵、悪魔の騎士がいる。ラリホーを使うから注意だよ。レベル上げで何度も来てますが、キメラ系が厄介でしたよ。ラリホーやベギラマを使用してきましたから。ドラゴンを2発で倒すから心配ないかな。でも注意してね。それでは回復してから挑みます。勝ったね。会心の一撃が外れた時はびっくりしたけど。裏でもよく外してますよ。呆れるくらい。さあお目当てを入手しましょう。あれ、ロトの鎧がないですね。ロトの鎧は入手したら装備されるよ。ちなみに効果は次の通り。かなり良い効果ばかりですね。ラスボスの竜王にも良さそう。ただ、この後の新しい装備を入手するときに注意してね。勇者の鎧なのに、ロトの鎧、売れるから。勇者の鎧ですから。売ったとしてもかなりの高額でしょうね。今からエクメルキドの街で装備を入手するときに試したらいいよ。売らないようにね。わかりました。次の街は、ゴーレムが守っている。妖精の笛がキーアイテムなんですよね。眠らせて戦う、頑張って。簡単でした。ですが、町の守護を倒して大丈夫ですかね？倒さないと先に行けないから、町に行こう。オートピアとドラゴンクエストを変える。二つとも、堀裕二さんの作品ですね。ロトの印のある場所のヒントだって。これは、王女の愛を使いますね。
竜の鱗、装備すると守備力がに上がるよ。なかなかの高額ですね。他も見てから買います。剣と盾ですね。これはもう買います。剣はともかく盾はまだ、鉄の盾ですからね。念のためですが鍵も買っておきます。裏で鍵を買いに戻りましたから。それでは、ロトの鎧を試してみましょう。いくらで売れる？価値はあるのですか？それとも店主がわかってって。まあまあ落ち着いて、宿屋で回復してから、ロトの印を取りに。トヘロスを使用して早速行きましょう。場所は町の下、岩山の向こうにある奥側の沼地。着いたら、王女の愛を使おう。70と40の地点だから。適当に止まって使います。70の40でしたね。まさかの止まった場所でした。無事に入手したね。それじゃ次の、聖なる祠に行って、虹の雫を入手。ルーラで城まで戻り、沼地の洞窟を抜けて、祠を目指します。移動が長かったです。ドラクエ1では、ルーラもキメラの翼も城ですか。道具がまとまって、虹の雫になった。これで竜王の城まで行けるようになる。これでいよいよ次回は、竜王の城に行きラスボス。竜王を倒すわけです。ルーラであっさり戻ったね。次回はいよいよ最終回になるから気をつけていこう。最終回。気合を入れて頑張りますよ。それでは次回、さようなら。裏で頑張りそう。次回でドラクエ1最終回を楽しみに、さようなら。